1993年、シリル・ギマールは、フランスロワール・アトランティック県、ブゲネ出身の元自転車競技選手、もっともチームディレクターとしての功績の方が大きいとされる人物である。選手時代のギマールは、1971年、1972年の世界自転車選手権において3位に入ったほか、1972年の ツールドフランスでは途中までエディメルクスとマイオ・ジョーヌを競い合っていた。また同年のブエルター・エスパーニャにおいてはポイント賞も獲得した。これらの戦績を見る限り一流という位置づけができる選手ではあった。しかし、これといって大きなタイトルを得ることができないまま1976年に引退。翌1977年より時短カンパーニョロチームの監督に就任する。 一方、ギマールは現役時代、フランス国内選手権では、ロードレース、トラックレースのスプリント、シクロクロスの3部門において優勝経験を持っている。つまり自転車競技の万能選手だったという形容もできるわけで、ひいてはその資質が指導者になってから生かされたと言えよう。ギマールの監督就任1年目に時短チームに加入してきたのが、ベルナール異能であった。 ギマールはイノーにリーダーとしての資質があることを見出し、1978年のブエルター・エスパーニャ、そしてツール・ド・フランスにおいて、当時まだ23歳だったイノーをチームリーダーに抜擢。その抜擢は見事に当たり、イノーは両レースともに総合優勝を果たす。さらに、イノーが膝の故障により、ツールへの出場ができなくなった1983年には、 イ能の助言も受けながら、当時22歳だったローラン・フィニョンを、イ能の代役として出場させることを決意。フィニョンは、第17ステージで、マイオ・ジョーヌを奪うと、その後、マイオの重圧を跳ね返して、見事総合優勝を果たした。またギマールは、1979年のジュニア世界、自転車選手権の個人ロードレースで優勝した。 アメリカ人のグレッグ・レモンの才能を見出し、1981年にルノー・ジタン入りさせた。その後のレモンの活躍ぶりは承知の通りであろう。この他にも、最後のスーパープレスティージュ受賞に輝いた、シャーリー・モテ、マルク・マディオラを輩出し、さらに、コフィディスの監督を務めていた1997年には、ランス・アームストロングが、選手の一員として加わっていた。一方、 ギマールの強力なリーダーシップぶりに次第に憲法感を抱くようになった選手も少なくなかった。とりわけイノーは、1984年に、レモンラを引き連れ、ラビックレールチームを結成しついに、ギマールの元から離れることに。一方、ギマールに恩義を感じていたフィニョンはそのままルノーに残り、1984年のツールでは、フィニョン VS イノーという、まるで、ギマール一派の、 代理戦争の様相を呈したが、結果はフィニョンが圧勝した。しかし雪辱を期したいのは、自ら、翌1985年のツールを制し、また1986年のツールではレモンが、アメリカ人として、初の総合優勝に輝いた。しかしながら、チームディレクターとしてツールとフランスで7回の総合優勝をもたらした、ギマールの手腕は高く評価せねばなるまい。 さらにロードレース不毛の地とさえ言われたスポーツ大国アメリカにその目を向けたのは何と言ってもギマールが事実上最初である。その後のアメリカ人選手の活躍はギマールが先鞭をつけたと言っても過言ではないだろう。ありがとうございます。